村さんの食べ込みなんですけど、一緒にジェットコースター乗ったことがあって、隣でずっと独り言をつぶやいてるんですよ。わーすごい、やばいやばい、どうしよう、高い高いとかずっと言ってるんですけど、私に話しかけられてるのかって思って、返事っぽいことを返事っぽい、ちょっと打ったから、こっちなんですか、これ聞いてください。冷ましてるんですよ。冷ましてジェットコースターが怖くて怖くて、怖いみたいにできなくて強がっちゃって、なんか人いるし、た回ってるみたいな。内心はどうなの？世界が終わるかもぐらい思ってて話しかけてはいたんで、え、そうなんですか、よかった、紛らわしたいって。なるほど、言わんとしてることは、そういう魂胆でした。はいはい。乗り物が苦手っておっしゃってるんですけど、クリスマスにディズニーランドに一人で行ったらしくて、無理してて、本当は嫌だったんですけど、誰か見てんの、どういうこと。一人行動苦手で、家からも出れない極度 のインドア派なんですよ。クリスマスっていう聖なるシーズンなら、もう自分を許してくれるんじゃないかっていう気持ちで。なるほど。クリスマスだからもうカップル、家族連ればっかりで、寂しくてずっと首下向けてあーそう、イエイみたいな自撮り送られてきました。めっちゃ自分で撮るしかない、強がってるんです。はい、うん、はい、ちょっと自分のタレコミなんですけど、自分で、はい、5周年ライブをやった時に、ライブ後に宮崎放送さんが取材に来てくださって、ライブの余韻が抜けなすぎて、受け取ったマイクをサイリウムだと思ってと取材に答えてしまって撮り直しになりました。そうだ、ここじゃなくてここら辺ノリノリの天然なんですよ。はい、社長子、あ、やった、やられた、しっくりくるわ。それか立浪って読みたいんだけど、監督や、富田さんの打ち込みなんですけど、お店開いてないです。口コミと、カービィが最近主流止まってきて、メイクポーチ、カービィ版、カービィのポーチで、そこにおたふくみたいに片一歩だけ膨らんでたので、カービィおたふくみたいですね、カービィの敵だねって言われました。これはなんだ、これはどっちの責任なんだろう、これは。カービィのポーチの商品の口コミだった。 3.2 じゃないんだよ。富田さんのタレコミ、私が言い直しますね、ちゃんと言い直しますか、今手の甲が黄色くて悩んでます。やめてよ、大丈夫か、あんた何言ってんの、本当に親しい人にしか話さないんですけど、小学6年生ぐらいの頃から母に化粧水を勧められてて、顔だけが白くなっちゃって、手の甲がどんどん黄色く見えてくるっていう。なるほど、カメラの前で言われるとは思わない種類のね。逆にちょっと嬉しいです、こんなこと言っていい先輩なんだと思ってもらえるのが嬉しい。決勝に進出するメンバーは、はい、やった、山下くん、え、やった、金村くんでございます。なんで全員採用パターンも不採用っていうこともね、今日何だったんだって。確かに、でもそれも厳しくね。今日は日の合の収録日、私は一つ気になっていたことがあった。すみれさん、はい、はい、さん付けでも満足してるけど、今日はちょっと意地悪してわがまま言っちゃおうかな。石田純一さんの娘さんじゃありません。すみれちゃんって呼んでくれないと怒りますからね。若林さんの分からずや収録って言っちゃいますからね。ちょっと待ってよ、すみれちゃん。確かに石田純一さんの娘じゃないもんな。全然大丈夫だよ、すみれちゃん呼びで合格ですよ。あ、おしまい、あ、おしまいです、おしまいですね。キュ、はい、ーンってきました。分かってす、近づいてきた時に。不採用、すみれさんがもう入っちゃってる、すみれちゃんが超えてこなかったっていうか、石田純一さんにも申し訳ないですし、この距離感が私たちにはちょうどいいっていう。すみれさんって呼んでくれないともう出ていっちゃうので、お願いします。すみぼ話でお願いします。マスターもダメ。すみれさんが収録をボイコットしないようさん付けを徹底してください。すみれさんのギャグが超面白かった。なんだろう、私なんかやっちゃったかな。え、どうしよう、どんどんこっちに近づいてくる。ヒヤホー。収録終わりに目が合うなと思ったら、すれ違いざまに名前呼ばれて、えってこういう台本です。臭いよ、ただのね、
こちらのその予想に反する平尾先生を超えてこなかった平尾先生で平穂って呼んだ時に魂が抜けちゃったんですよ正直良かったです。本当は平尾先生呼びが良かったので採用で良かったです。となると今の寸劇はどうなんですかお買い物お買い物、お肉とお魚買ったからあとはお野菜。ここの店長さん元気はあるけどちょっと他人行儀と仲良くなれるいい方法はないかな上村さんとこの上村さんとこのひなのちゃんです。そうだ、はい、たくさんあるのでメモしてもらってもいいですか。あメモ、はいはいはい。ナスと野沢菜ちゃんじゃください。はい、ちゃんじゃちょっと置いてないんですけどね。いいんです。いいあ、ちゃんじゃ置いてないですよ。メモの頭文字だけ読んでもらってもいいですか。なのちゃん。はい。なのちゃん。はい。どういうことですか。私がなのちゃんです。なのちゃん、上村さんとこの、はい、これからはそう呼んでください。なにしましょういいんです。いいんです。あ、それだけでいいんです。だけでいい。こうしてこの日から私はナノちゃんと呼ばれるようになりました。八百屋さんがちっちゃい頃から大好きだったんですよ。おじさんに扮していただいて。ちゃんです。ちゃんです。抑えたつもりなんですけどちょっと築地の感じ出ちゃってちょっといや採用です。やったナノちゃん採用です。採用された。ちゃん付けのちゃんだとちょっと呼びにくいんですけど、ちゃんじゃだと思うと呼べるっていう、そこのドアから入れば呼べる。いいドアを見つけられたみたいで、はい、なのちゃんっていう事実は変わらないのでちゃんじゃのちゃんです。はい、ちゃんじゃのちゃんでなのちゃん。やったー。全部不採用で出ると思ったんですけど、はい、よかったです。一人出て今日が意味があるものになったから、はい、でも救われるよね我々はね。わー、またやらかした。明日発売するトイレパックじゃなくてトイレトレーナー。ちょっと待ってお前。トイレクリーナーが10パック発注するはずが10パック。10パックじゃなくて10パック100パック発注しちゃったんです。え、100パックね。ポッコポッコパックパック。これでできんない。見とけや見てなさい。ミスんねこれから。パックな。それでパックパック、うん、パック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 やめてんのか。会社のためですか。会社のためだよ。会社のためだけですか。うるせえな。シャチホコのためだよ。シャチホコのためだよ。ですよね。社長が書いてすごい台本で台本通りだったんじゃないですか今の。嘘は見えないだろ。途中でよく分からなくなって私も耳が溶けちゃうぐらい嬉しかったです。溶けちゃう。危ないですね。危ない状況ですね、うん、不採用。間違えた。シャチホコはだってさ確定出てたはずなんですけど、読んでてなんかムカついてきたっていうか、シャチホコ側の態度だと思うとシャチホコ感激聞いた瞬間、あ、これ不採用だ。出てくれなかった。絶対採用来ると思っても待ち構えてたんですよ。不採用やっちゃってちょっと恥ずかしかった。いろいろ間違いが起こってて、ね、初めてのリアルミークリ緊張すんな。次の方どうぞ。本物の竹内さん。はい、竹内です。初めてなんですけど、はいはい、あのいつもひなあい見てます。あの、はい、もうちょっと近づいて。いや、僕はここまでの男です。わっかって呼んでもいいですか。え、わっか。わっかのもとにキラリン T 細胞。かわいい。お時間です。ちょっと早いでしょ。まだ早い。あっか、ありがとう。なんて、僕はなんて読めばいいですか。僕はなんて。タケチーって呼んでください。タケチでタキチって呼んでくださって素晴らしかったです。素晴らしい。若林さんはね楽しそうにやってましたけど、私もね出演者ですけどね台本超えてね言ってたんじゃないかなと私は思いますけど。採用です。採用が出た。また叫びたいなって思ったから、タキチで固定したいなと思いました。